山崎製パンより2024年2月1日に発売したずしっと揚げバーガーメンチカツ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。開けていきたいと思います。割っていきたいと思います。待ってくれ。すっごい。ではこっちいただきます。揚げたバンズで大きなメンチカツとマヨネーズをサンドしました。ソースをつけたメンチカツとマヨネーズをサンドした食べ応えのあるバーガーです。調理ドーナツで内容量は1個。アレルゲンは乳成分、卵、小麦、大豆、鶏肉、リンゴとなっています。1個あたりエネルギーは511キロカロリーです。評価は5です。すごいですね。中具はメンチカツとマヨネーズが入ってバランスの良い定番のフレーバーなんですけど、このバンズがね、揚げたことによって、もう背徳感を満載にしてますよね。あの中具がもう結構はみ出てたから、結構ずしっとくるという、このネーミング通りの。バンズ揚げてるからもうパンじゃなくてドーナツですよ。調理ドーナツっていうジャンル。すごいな。サクッとした食感も楽しめる。また一味変わったバーガーになってました。ちょっとまあこぼれるんで、袋で食べた方がおすすめしたいなと思います。ただ見た目のインパクトはね、すごいな。ずしっと揚げバーガーメンチカツ、美味しかったです。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。では。